効率よく全身を鍛えたい方は今回の動画がおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、今回はたったの10回自重で行うライオンプッシュアップというのを紹介します。この最大のメリットとしては、複数のエクササイズを1種目で行えるところです。まずメリットとしては、大胸筋全体に効かすことができます。特に上部です。この上部の何がいいのかというと、普通のプッシュアップをしている人っていうのは下の胸ですよね、主に効かしてやってます。男性も女性も、やはり胸が大きく見えるには、上胸部を鍛えることが胸を大きく見せることにつながります。その点で言って、今回、胸の上部も使えるエクササイズです。次に、上腕の負荷が変わっていきます。動いていくプッシュアップになるので、だんだんと負荷がね、きつく軽くっていう風に変わっていきます。その点で、上腕もバランスよく鍛えることができます。で、次に、肩甲骨のストレッチができます。そして、ふくらはぎのストレッチ、脊柱起立筋のストレッチ。プッシュアップですが、ストレッチもできるため、とてもメリットが大きいです。で、デメリットとしては、腰を反らす時があるので、ちょっと腰が痛くなることがあるかもしれません。次に、ゆっくり動かないといけないので、少し動き方が難しいというデメリットがあります。で、次に、上腕の負荷が少し高い場所があるので、もし腕の力がない場合は、行えないかもしれない。ですが、負荷が変わりますので、エクササイズをあまりしない方も、女性も行えると思います。では、やり方を説明します。はい、まずですね、手は肩幅につきます。で、足は、基本的には、結構広くして行うんですけども、今回、ふくらはぎのストレッチも含めたいので、足は肩幅です。手と足、肩幅にします。で、これでまず、普通のプッシュアップはこうですが、この時に、手首からお尻まで、まっすぐにさせます。で、この時に、かかとをしっかり床につけて、ふくらはぎのストレッチします。これで肩甲骨、そしてふくらはぎのストレッチができます。ここから、肘を曲げながらゆっくり体を下ろしていって、床でまっすぐにさせたら、上半身だけ持ち上げます。この時にしっかり上を向いて、背中、腰をしっかり反らしてください。そうすることで、脊柱起立筋、そして大腰筋もストレッチができます。この時は体が床につかないようにギリギリでキープです。こっからまたお尻を上げながら、ふくらはぎと肩甲骨のストレッチです。ゆっくり、この上半身をゆっくり突っ込む時に腕から胸に負荷が変わっていきます。そのため、はじめは胸の下、腕に効くんですけども、そこから徐々に腕よりも胸の上側っていう風に効きが変わってきます。このエクササイズを一緒に10回ほどゆっくり行っていきましょう。では行きます。ストレッチからゆっくり反らす。ストレッチ。ゆっくり行きます。2。ここで一回少し止まるぐらいの気持ちです。しっかりふくらはぎもストレッチしてください。5、6、7、8、肩甲骨もしっかり伸ばしてください。10。お疲れ様でした。どうでしたか？一箇所ばっかりを使ってないので、どこかだけが辛いっていう感じがないですよね。体全体がなんか温まって、腕とか胸とか、普通にプッシュアップをしてもですね、ただ胸、ただ腕、同じ場所ばっかりこうやって効きますから、一方向だけですから、もちろんエクササイズを手の幅、手の位置などを変えればもちろんね、
違う部分に効かすことができますけども、やはりエクササイズを変えないといけないというデメリットがあります。で、今回のは同じエクササイズだけで下から上の胸、腕の負荷がだんだん軽くなっていく、ストレッチされる、そういったメリットがね大きいです。ありがとうございました。はい、今回のおさらいなんですけども、まずね、自重で行えるライオンプッシュアップ、だいたい1日10回、メリットは胸の上部も使うことができる、胸全体に効きます。上腕の負荷が変わります。肩甲骨、ふくらはぎ、脊柱起立筋のストレッチができます。で、体を反らすときにね、ちょっと腰が痛い方もいるかもしれない。ですが、それも伸ばされて少し違和感感じる程度なので、まあ、できればね、行ってもらうことによって腰の筋肉が弱くなるとですね、このエクササイズをしても腰が痛くならなくなります。あと、動き方がねゆっくりなので難しいかなというところがあります。あとは、体を上半身に突っ込むときに結構上腕にまず負荷がいきますので、上腕の力がない方はですね、多分突っ込むスピードが速くなると思います。ゆっくりするときついですから、だんだんとね、ゆっくりできるようになると体全体に効きますので、ゆっくりやってください。はい、最大のメリットとしては複数のエクササイズを1種目で行えるというところでした。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。 SNS されてる方はぜひぜひシェアしてください。効率のいいエクササイズをね、これからも載せていきますので、チャンネル登録されてない方は登録もよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。